しかし、振り返ったことによって動きが止まった。そして、銃声が聞こえる。他の人？皆さんの近くにいた怪物はバタリと倒れ、地下街の入り口から黒いガスマスクをつけたフードの人物が出てきていた。あ、ようやく会えた。ネズコなんだね。なわけねえだろう。ネズコか。男だったんだな。ガスマスクの人物は素早く手招きをすると地下街の入り口の中へ体を引っ込めた。入るか。あ、早く行こう。生きてたんだな、まだ人間が。入り口の中に入ると階段の途中にいたガスマスクの人物は入り口に銃口を向け、警戒しながら下に行けとジェスチャーをする。俺も銃口口に向け警戒しながら彼の後ろをついていきます。なるほど。ではお互いに少し警戒をしながら階段を下へくぐっていく。すると大きなシャッターが閉まっており、ガスマスクがシャッターを軽く2回叩き、開けてくれ生存者だと言うと、シャッターが半分だけ開き、シャッターの内側に一人男性が立っていた。ガスマスクは全員に指で指示を出す。中に入れと言っているようだ。で、信号を理解した私は無言でエターナルブリザードと炭治郎の肩を叩き、中に入れと手信号を送ります。その手信号の意味を逆に理解した俺は北道を戻ります。首にこう掴んで、シャッターの中に削り込みます。そして戦うということか。エターナルブリザードも首にこう使います。君は大変だ。そして中に入るとシャッターが閉められる。ガスマスクはフードの中に手を入れて耳当てと耳栓を外した。奥を指差し歩きながら君たちに話しかける。まさかこの辺りにまだ生存者がいたとはな。驚いたよ。これはまあ俺らもだな。確かに。まさか生きてる人間がいるとは。まあな、確かにこの1ヶ月は地獄のようだった。だがまだ生きている。少し待ってくれ。一つ聞きたいことがあるがいいか。なんだ。お腹はすくか。もちろん人間なんだからお腹はすくに決まっている。ちなみに今西暦何年ですか。2022年7月の中旬だ。1ヶ月であんなことなる。1ヶ月。いや、何があったのか話してくれ。そうだな、少し奥が避難所になっている。シャッター付近は危険かもしれないから先へ進もうと歩きながら話し始める。あの日から1週間経った頃にはスクリーマー、あ、いやフェーズ2の数もかなり増えていた。あの日は君たちが旅行の帰り道の日です。まさか正直この避難所以外に生き残りがいるとは思わなかったよ。他の町は知らないが、この町はもう生存者全員だと思っていた。君たちはどこにいたんだ。見たところ防音対策すらしているようには見えないが。俺たちはフェーズ2の叫び声を聞いた。あの、そんなバカな。そして次に目が覚めたのは昨日かな。昨日目が覚めた。1ヶ月も眠っていたというのか。そういうことになるな。そんなことがありえるのか。俺もそう思う。私もだ。俺もだ。ただそれからフェーズ2たちは俺たちに全く興味を示さなくなった。フェーズ3は何体か倒したが、フェーズ4にはまだ出会ったことがない。以上だ。そんな話は聞いたことがないが。だからこんな地上の話も聞いたことがないだろう。何が起こってもおかしくはないのさ。君たちが防音対策すらしていないその格好で、まあ少々妙な格好ではあるが、その格好で生きてきた、それは確かに何よりの証拠かもしれないな。一つまた聞いてもいいか。なんだ。先ほどからフェーズ2以上の話はあるが、フェーズ1は存在するのか。2があるんだ。もちろんフェーズ1も存在する。どういった症状だ。フェーズ1は精神的に不安定になり疑心暗鬼になる。それがさらに悪化した状態だ。なるほど。これ俺らのことじゃないか。中で、あの、おいガスマスクさん。なんだ。ちょちょ、おいガスマスクさん。なんか見分ける方法あるのか。感染されてるとかしてないとか。もちろんある。というと？フェーズ1になってしまった感染者は水以外のものを食べれなくなる。食べるとどうなるんだ。食べると吐いてしまう。ちょっと待ってよ。どうやら避難所に着いたなと言って避難所にたどり着く。ちょっと待った待った待った。これ入んない方がいいかも。入んない方がいいよな、これ。みんな感染させちゃわない。しかも殺される可能性もある。あー、バレたらね。すまない、ガスマスクさん。なんだ。我々は先を急ぐんだ。ここでお世話になるのはいいが、我々には目的がある。
ここを出ないとならん。ああ、禰豆子もいないようだしな。禰豆子？忘れてほしい。なんでもないんだ、本当に忘れてほしい。年は39歳で、俺の1個下なんだ。39歳なんだ。あ、間違えた、30か。1ヶ月か。29歳だ。そう、29歳ね。ギリギリ、ギリギリで。年子だ。20代。だが待て、こんな世界で一体どこに向かうって言うんだ。青葉研究所、言えばわかるかい。こんなところに行ってどうするんだ。我々はこの世界を救うべくして目が覚めた。そう思わないかい。そうだ。交代があると俺らは睨んでる自分たち。私はこの日のために体を鍛えてきたというわけだ。耐えたら交代が手に入るのか。かもね。交代。もしもそれが本当にあるなら、その交代からこの世界を救うことができるってことか。そういうことになるな。そうだ。そうだ。わかった。それなら確かにここにいる必要もないな。まあ、ただあったのもなんかの縁だな。ちゃんとしたライフルとかないですかね。刀武器みたいなやつとかね、あっても全然ありがたい。ありがたい。まあ確かにナイフはあるが、日本刀なんて落ちていないからな。あ、そりゃそう、そりゃそう。あとはちょっとなんか、もしできればなんですけど、食料とかのちょっともらえたらな。コーヒー一杯でもいいんだ。食料か。一個でもいい。もう少しすれば昼の配給の時間になる。いつもは豚汁を作ってるが、食べていくか。いや、それなら時間がないな。すまない。コーヒー一杯とかないか。コーヒーか。探してみたらあるかもしれないな。あとライフルもない。ライフル。まあ俺が持ってるのは89式小銃アサルトライフル。うん、89式ね。持ってはいる。そうだ。それしかないってことかい。予備や余りは。そうだな。基本的にはない。ないか。まあ仕方ないな。うん、そこまでは10までは言わん。コーヒー一杯だけもらったら帰るよ。だが、もしも本当にお前たちに交代があって世界を救えるっていうなら、俺もお前たちについていきたい。なんだっけ。お前名前も知らないぞ。だって俺らは。いや、名前はガスマスクだろ。なんだ。違う。違うのか。そうなのか。俺の名前は鈴原いつきだ。全然違うじゃん。いつきくん。ああ、いつきだ。いっちゃん。いつきくん、ちなみにフェーズ1からフェーズ2にこう進行するのって時間なの、それともなんか理由があるの。それはわからない。感染経路は？それもわからないんだ。だから俺たちは耳当てをしたりマスクをしたり、いろんな対策を取っている。なるほどね。わかった。わからないんだ。この先死ぬかもしれないが、ついてくるかい？俺はお前たちよりはこの町、そして感染者に対して詳しい。ほう。役に立てるはずだ。確かにな。じゃあついてこい。身支度をする時間をやろう。5分だ。さあ、時間始まってるぞ。急げ。身支度なんていらない。何？俺はもうこれで十分だ。何？お前、でもせめて自分の飯ぐらいは持ってきた方がいいぞ。いいんだ。時間がないならすぐ向かおう。じゃあいいか。コーヒーは？向かおう。コーヒーがないな。コーヒーが欲しいな、いっぱい。それがないと、わかった。ちょっと待ってろ。で、今行ってる時に、二人でやけに話すんですけど、あの子の前で飲まない方がいいと思う、多分。吐く可能性あるぞ、俺ら。いや、もういいんちゃう。撃たれないか。なんかめっちゃ真面目そうじゃない、あの子。こちらにも銃があるしな。でも、どうなんだろう。3対1だ。何も問題はない。大丈夫かな。セーフティーを解除してから撃つまでだいぶ時間かかるからな。それにコーヒーは一応は飲み物だろう。あ、飲み物はいいのか。水以外の飲み物を飲んだらダメでしょ、でも。ダメか。ちょっと飲んでゲロ入りそうになっても飲み込め。わかった。あ、なるほど。ゲロごと飲み込め。そうするか。わかった。でもさ、その飲み込んだゲロも水以外だからまた入っちゃうんじゃないか。無限ループだな。いや、ゲロはいいんじゃね。大丈夫。ゲロは大丈夫なんじゃね。心配だ。俺にやり遂げる自信がない。ブルちゃん頼んだぞ。おう、またしたな。うん、お、来たな。缶コーヒーでよかったんだよな。うん、缶コーヒーでよい。お前は飯持ってこないでいいのか、自分の。今多少持ってきたさ。俺らは軍人だからな、デガ。だから俺らは多少の空腹とかには俺だけな慣れてるんだ、俺ら。軍人の方だったんですか。そうだ。私も慣れている。俺だけな。そうとは知らず、すいません。あと、返事はイエスサーだぞ。いや、サーいねえだろ、ここに。頬目を垂れながらやるんだぞ。サーイエスサーだぞ。どっちの世界観でやるんだよ。頬目垂れる感じなのか、サーなのか、どっちかにしろ。俺にはサーイエスサーだ。私には頬目を垂れようだ。俺は困ってしまうよ。そうだろうな。善と多難だな。名前だけ教えてくれないか。あ、いや、教えてくれませんか。ちょ、物腰柔らかくなっちゃった。俺はアマド炭治郎。みんなからはアマちゃんって呼ばれてる。呼んでない。呼んでないな。炭治郎さんですね。
あ、私はエターナルブリザードブリちゃんと呼ばれている。読んでない。何？あの本名ですか？ああ。では本名だ。ブリザードさんで最後に一番話の通じそうなあなたは？俺の名前はアドミロベッチ。軍人の出だがこいつら二人は違う。あ、なんだ。そうだったんですね。騙されました。さっきの手信号もわかんないのになんで騙されちゃうかな。見た目があまりにも異様だったので。そうだね。もっと警戒することだ。だ。そうだ。だ。じゃあ行きましょうか、アドミロビッチさん。そうだね。行くと言っても西雲橋の方はもう崩れているから緑山橋しかないな。こっちに行こう。じゃあそうだな。向かってる途中で二人にだけ共有なんですけど、少し待つんだ。こそこそ。その私たちは大声を出さない方がいいのかもしれないな。そうだね。うん。それだけだ。では参ろう。あとはガスマスクは。すまないが、俺は橋に着くまでは耳当てと耳栓をさせてもらう。その間は手信号で会話しよう。ええ、アドミロビッチさんは手信号がわかるはずですよね。ああ、当たり前だ。助かります。と言って進んでいく。皆さんは緑山橋に着く。そこには至る所に全身が絡み合った鶴のような異形の怪物がゆっくりと徘徊している。消気度喪失、成功で1、失敗で 1D6 です。この距離でか。もはや人間の見た目をしていない、そんな怪物を見てしまったからですね。成功は1、失敗は 1D6。3、素晴らしい。4、素晴らしい。発狂せず。凄惨な光景だな。俺はガスマスクに近づくなという手信号を出し、4という数字を立てます。そうすると、4という数字を立てて、辺りを見渡した後、このフェーズ4以外の感染者があまり見当たらないため、耳栓を取ります。困ったな。ここにはバイナーがいたか。バイナー？ああ、すいません。俺がそうやって勝手に呼んでるだけです。まあ、バイナーでも何でもいい。特徴を教えてくれ。特徴といっても、見たように鶴のような化け物で、近づくと頭がおかしくなってしまうんです。近距離攻撃はできないってことか。倒せるのかい？いや、銃でも撃ってみたんですけれども、なんだかいくら撃っても倒れないんです。一個だけ聞いた話があります。これはあくまで噂程度に聞いてほしいんですが、ビニール袋を頭にかぶれば近づいても平気だったという話を聞いたことがあります。そんなまさか。ビニール袋はあります？ビニール袋は生活していく上で必要だから当然俺が持ってきてはいますけど。じゃんけんするか。そうだな。志願者いるか？志願者。そうだな。知らん。え、ブリザード行きたい。あ、いや、ブリちゃん行きたいみたいだね。なるほど。マジか。じゃあ任せるしかないな。ブリちゃん頼んだぞ。私のジェスチャーが失敗に終わったようだ。一つビニール袋いただいても。ええ、もちろんです。はい、エターナルブリザードをビニール袋で覆います。頭を。では甲冑のようにこれで全身鎧になりましたね。これで完全武装といったところか。最後のパーツが揃った。では私はこのままゆっくりと横を通り過ぎていこう。そろりそろり近づいていく。そしてミキミキと動く音が聞こえる。そろり。しかし頭がおかしくなることも何か襲ってくることもなく、無事に通ることができた。おお、噂は本当だった。遠くからこっちの方を見てジャンプしながら丸ってやります。なんかいけたっぽいな。すげえ。なんだか急に可愛い行動を取りますね、あの人。そうかな、可愛い。あれは可愛いと思えるな。すごいぞ。30のおっさんが行動だけはジャンプして丸を取るという可愛い行動。丸。ナイロンもらえますか？あります。じゃあみんな被って横通り抜けましょう。はい。そして通り抜けて丸ってやってるブリザードの元に着きました。着いたか。丸ってやっててお前着いたかって。さすがブリちゃんだな。ああ、ありがとうブリちゃん、やってくれてな。最初に。いや、これぐらいのこと。何のこれ式。山地タンクだからな今。確かに。この後は奥の山中トンネルを通過すれば青葉町に着くことができます。山中トンネル、マジか。屋根を貫すんだ。怖いね。まあ行くしかないね。レッツラゴーだな。こうしてトンネルに向かう。うわ、いるよ。絶対来ちゃダメじゃん。トンネルの中は明かりがついておらず真っ暗なため、中を進むには何か照らせるものが必要だ。木持ってる人。はい、持ってるぞ。はい、じゃあね、その木をいただいてですね、少し、ぶつ切りにしていきます。ナイフでね。もしかして木を食べる木か。木だけにな。じゃあこの木をね、
少し向いていきますね。雨が降ってたんでね、火がつきにくいんでね。ブルちゃん、キラキラになってどういう意味だ。気になるか。ああ、さすがブルちゃん。キラキラ、あっ、面白いか。あ、そうだよな、いつきくん。すごいスムーズですね、アドミロビッチさん。そうだろう、聞いてないみたいだじゃあこれにな、昨日使った余りの火薬を少し振りかけてですね、はい、火を起こします。おっと、火がつきました。これでおかりになりましたね。しかし私の心は冷たい。そうか、これがエーターナルブリザード。なんで冷たいの、心どうしたの滑っているからだ。まあ、なるほどね大丈夫だよブリちゃん。あ、叫びそうになった。やめろ大丈夫大丈夫大丈夫か。あ、最高だよ心の友よ。ここでいつきくんに話さないといけんことがあるんだ。何ですか。今のとこ我々3人に、まあ、置いている状況なんですけれども、フェーズ1は交代持ちなんですよね。まあ正直そんな気はしていました。食欲がないって言ってましたからね。でよ、君からもらったコーヒーあるじゃない。ええ、3人でちょっとだけ飲んでみようと思うんだけど、結果次第では全員フェーズ1なんだが、その場合は君は周りにして避難地域に帰ってくれるかい。そうですね。でも俺も皆さんに言っていないことがあります。何？